座礁地帯からカイラル結晶を回収せよ。それがカイラル結晶の回収装置だ。採取した結晶はその装置の中に格納することができる。カイラル結晶について分かっていることを伝えよう。カイラル結晶は銀色をしている。それからまるで人間の手のひらのような形をしている。この結晶の影響のせいで、その周囲の小石が浮いているはずだ。なるほど。それからもう一つ、時雨が降る場所に出現しやすいんだ。いいか？ん？時雨が降る場所、周囲の小石が浮いている金色の手形。これを手がかりにカイラル結晶は探せる。だからなんかよくこう物が浮いてるところがあるんですね。なるほど。OK です。はい、じゃあカイラル物質回収しに行きます。あ、カイラル結晶、結晶のね、行きます。結晶は小石が浮いてるところにある。あ、そこのバイクね、なんか言ってはったね。充電装置がどうやらこうやらって言ってはった。これ確か今は乗れへんのね。ああサム、そのバイクはバッテリーの自動回復機能が壊れてる。そのバイクを走らせるようにするためには発電機が必要ね。発電機もそのうちできるんだろうかな。サハマ、カイラル結晶は小さくて目視では発見が難しい。だがオドラデクのセンサーを使えば探すことができる。もし遠くのカイラル結晶を探したいなら簡易観測塔のセンサーを使えばいい。あ、雨降ってくる。これ石浮いてるんじゃないの？あ、これやこれや。おお。1C。OK、これで回収できましたね。なんかちょっとおトイレしたくなってはるし、させてあげよう。わあ、これどうなってんの？あ、見せてくれへんねや。よし。BB も笑ってはるね。よし。え？なにこれ？え？これなにこれ？え、これなに？待って待って、これ何？これなん、なんすか？どうしたんやろ？よいしょよいしょ。おしっこしたからキノコ生えたんかな。え、これした場所に今度からキノコ生えてくるんかな。バレちゃうやつや。よしよし。スキャンを開始します。おお、すごい。結構すぐ見つかったけどね。じゃあまたな。
晶は階段濃度が高いところで多く出現するようだ。階段通信の稼働の影響もあるかもしれない。だが周辺地域の階段濃度は想定値の範囲内だから問題ない。今後も見つけたら採取するといい。君にも有用なはずだ。今後君がカイラル結晶を見つけたらリサイクルすることができる。その他の素材や不要品も各配送端末で受け付ける。どれも貴重な資源だ。再利用に回したり、あるいはさらなる機材開発に生かしていくこともできるだろう。はい。なんかまた依頼があるね。風力発電所へ燃力供給ユニットを配送。あと橋を建設せよ。建設予定地に建設。はい、了解です。建設装置に橋を追加したわ。建設装置で土台を作成して素材を追加することで橋を架けることができるの。川や崖に架けると移動が楽になるはずよ。一度架けてみたらそのありがたみが分かってもらえると思う。そうやね、橋ないもんね全然。オッケー。あれ何？ん？あの黄色いの何？これなんだ？あ、ここに橋を立てるんだね。近いね。武器のロックを解除します。ほんまや、土台がある。よし。サム、建設予定地に着いたが、はい、素材を土台に収めてくれ。橋の端末にアクセスして。金属おお、すごい。すごいな。すごい時代ですよ。よし。見事だサム。完成した橋は皆で共有することになる。今後他の配達人たちにとっても重要な通行拠点になることだろう。今後も通行が困難な地形があったらまず橋を架けてみろ。すごいな、橋を架けるのに個人で架けれるんや。風力発電所。違う。ん？あ、すごい遠いな。あんなとこまでか。じゃあここで行きましょうか。風がすごい強い。え？急に現れるんやけど、何？
あ、びっくりした。教えてくれてはんのか。びっくりした、敵かと思うやん。誰焦った。そこにね、格納します。え、違う違う違う、固くします。サム、君が歩いた痕跡がわかる。振り返って見てみろ。そこに道ができる。君がスパイや特殊工作員ならもう失格だ。え？だが君はそうじゃない。君がつけた痕跡は君が存在することの証だ。怒られてるんかと思った。君が歩いた証拠を残せ。それが人々に勇気を与え、やがて道になって人々をつないでいく。ネットワークをつないで感謝の気持ちをいいねと送り合えば、つながりはより強く増えていくだろう。これ道もまた補強されていくはずだ。これ何？これ何ですかね。よし、行きます。風がすごい。お、雨降ってきた。風すごい、ほんまに。あ、だから風力発電所があるんですね。風が強い場所やから。あ、やばいやばい、トキューのあれに移動のコーナーになってるようなケースが。やばい、劣化してるよ。あ、はいはい。行きましょう。すごい場所だね。金属いっぱい落ちてるけど、ちょっと今は拾えへんな。ロープを設置して、で、こっから降りましょう。じゃない、今のちょっとあかんやっちゃう。大丈夫。このスローモーションになるの怖い。ほら来たやん、ほら来たやん、来たやん来たやん、どうしよう。あー、どこにいます。あ、やばい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 、こけるこける。方向は合ってるね。あ、いるね、近くにいる。あ、いるいる、そこにいる。あ、怖い。あ、怖い怖い怖い。どこ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 。
はい、いますいます、やばいですやばいです、来てます来てます、やばいです。やばい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 、めっちゃやばいめっちゃやばい、ハイパーやばいハイパーやばい。やばいよやばいよ、あー目の前にいる目の前にいる目の前にいる、あー無理無理無理、どうしたいの、あーもう完全に気づかれてる、完全に気づかれてる、来てる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 、目の前にいる、怖い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 、無理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 、あかんわもう息が、足跡っていうか手形がいっぱいある、やばい、だいぶ長いな、まだいんの？まだいるん？どこどこ？え？もうこんなとこにいんの？まだ。だいぶ、だいぶ、マジか。だいぶ、だいぶ、だいぶ、だいぶ遠回りしてしまってる気する。あっちか、わだいぶぐるぐる回ってしまったやな、すごい意味ないことしてしまったんかも、待ってこれあやさんとやばい気すんな、いや今あやすべきじゃないか、めっちゃいるやん、めっちゃいるよ、あ、違う、ちょっと待って、どっち行ったらいいか分からへんくなってる、完全に、ダメだ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 、あーダメだ、これはもうダメだ、あ、あれかな、あ、あれですね、目の前に見えてきた、だいぶストレスですね、BB の。わあ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 、マジか。無理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 。めっちゃ追いかけられてる気する。
赤ちゃんが だいぶ悲しいことになってる。先にあやしてあげよう。ごめんね。このめっちゃ不器用よし、いけます。ありがとう。通信で配送センターに電力供給ができる。経由すればその先にも。ここでできた電力が UCA の役に立つんだ。荷物の状態は？信じられない。どうやって運んできたんだ？めっちゃ雨に打たれたけど大丈夫。お、よかった。中身は大丈夫でしたね。通信がつながってくれたら完璧だ。さあ、あ、ここにもこれを持ってきたんや。うう、あ、だいぶ劣化してる。あのあれが、箱がちょっと長い間雨に打たれまくったからな。よし。カイラル通信の通信量は建設物を建設すると消費する。親密度が上がればその分割り当てられる通信量も増加してもらえるだろう。よし。電力供給は問題ない。ありがとう。そういえば第二次遠征隊は全滅らしいな。一人で遠征隊の仕事をしているんだ。あんたはすごいよ。きっとアメリは今頃エッジノットシティに着いた頃だろう。俺たちはアメリに託されたんだ。俺は第一次遠征隊の後発部隊だった。だからアメリに会ったことはない。でも参加できたことは誇りだ。お願いだ、アメリによろしく伝えてくれ。サム、ちょっといいか。あんたの血を調べた結果が出たんだ。あんたの読み通りだったよ。あんたの血液サンプルを BT の座礁地帯に散布してみたら、奴らの活動が弱まったんだ。ただしここにはあんたのような機関車がいない。あんたが実際に試してみないとわからないが、機関車の体液は BT に何らかの影響を及ぼすのかもしれない。そこでママがこれを武器に応用すると言ってくれた。試作品がもうすぐできるはずだ。ぜひあんたにこれを試してもらいたい。サム、だとするとこれは好都合だ。そのエリアのカイラル通信接続まであと一歩。残るはポートノットシティのみとなる。キャピタルノットへ戻り、ポートノットへの支援物資を調達してくれ。まあその頃にはママの試作機も完成しているだろう。それからもう一つ、その発電所に配達人が行くのは稀なことだ。もし依頼があったなら配送を請け負ってやってくれないか。帰り道は手ぶらというのもそれはそれでもったいないだろう。ここに人いるんやな。その端末で依頼を。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。はい、というわけで今日はここまでにしたいと思います。途中ね、BT 出てきてちょっと焦って、なんかぐる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 同じとこ回ってた感じだったんですけど、なんとか死なずに来れました。もう怖いな。まだまだね、あのこれからもっと戦うことが多くなってくると思うんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。
最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは。